皇帝は大韓民国ソウル特別市、観光南側の港南区に位置する繁華街である。繁華街としての歴史は比較的新しいが、南に隣接する聖丹堂とともに、韓国でも最も高級なショッピングエリアとして知られ、プラガやグッチなど世界のブランド店がのを連ねている。周囲の高級アパートの住民や芸能人などの利用も多い、 セレブなショッピングエリアとも紹介されている。皇帝館末美術館所蔵皇帝のカフェパスクッチかつては観光の南は農村地帯であり、皇帝という名も朝鮮王朝初期に歴代国王の信任を受けた重臣、アキ明が自分の坊を取って建てた地に由来する。1960年代にソウル市に編入されたこの地域は、 1970年代以降観光の沿岸に現代アパート、観葉アパートというおびただしい数の高層アパートが並ぶ巨大団地となった。これらのアパートは1個平均30から40坪という広いものであり、中には1個70から80坪のグレードの高い部屋もあったため、現代アパートは当時超高級住宅の代名詞となった。こうしたアパート群には、 大学入学でソウルに出て就職した中産階級など高学歴層、高収入層が入居し、その消費力を背景に1980年代半ばに現代百貨店、ギャラリア百貨店などの高級デパートが進出した。やがて1980年代後半から高級アパートに住む富裕な子女やアメリカなどからの帰国子女の集まる繁華街が、 アッパート近隣の外区に形成された。皇帝は、レストランカフェ、日本式居酒屋、カラオケボックスなどのほかブティック、美容室などが軒を連ね日本や欧米の流行が最初に伝わるハイセンスな街として知られるようになり、ミョンドンなど既存の繁華街を圧倒するようになった。1990年代初めには、高級車でナンパをするオレンジ族が有名になるなど、 次から次へと新しい流行が生まれる街、若者の遊びや情報の発信地となり、現在に至っている。またアパートの住人たちを対象に各国のブランドが進出し、ショッピングエリアも形成されている。聖丹堂、ファッションストリートソウル地下鉄3号線の高低駅には現代百貨店が立地する。駅の上には東西に走る。 高低寺という大通りがあるが、北側は現代百貨店がある以外は、観光沿岸まで一面に現代アパートの高層住宅が広がり、レストランやブッティックなど小規模な店は高低寺の南側に並んでいる。この一帯はどちらかといえば若者向けの大衆的な店が多い。高低寺を東へ進むと、道路の北側は現代アパートから寛容アパートに変わり、 ギャラリア百貨店が現れる。その南側に通称ロデオ通りというブティックやセレクトショップ、レストランの集積する若者向けショッピングエリアがある。この通りの名はビバリーヒルズの高級ショッピングエリア、ロデオドライブにあやかったものである。高ーテージをさらに東へ進むとアパート群は終わる。K-POP を代表する総合芸能企業である SM エンターテインメントの かつての本社は、この辺りの高低時の北側に立つ。本社が2012年に、近くの聖誕堂に移った後は、グローバルアーティストトレーニングセンターとなり、その後は、SM エンターテインメントセレブリティセンターと称している。通りはカーブを描いて、南北方向になるが、この両側が、各国のブランドが集積する、ブランドストリートである。ルイ・ヴィトン、プラダ、グッチなどが並び、 年齢層の高いハイセンスなエリアとなる。この先で、高王帝寺は、東西方向の大通り、占領路と交差するが、この付近から、聖丹堂と呼ばれる、高級レストランなどが集まるやや年齢層が、高めの繁華街となっており、高王帝より、聖丹堂の方が現在では高感度なエリアとされる。なお、この占領路と高王帝寺の交差点地下に、カーイル・ボン島線、 高王帝ロデオ駅が2012年10月6日に開業した。占領路添いの生誕堂、新室など、ド、道などの地域は、外国車販売店やブランド店、美容室などが集積している。高王帝寺と占領路に挟まれた地域は、ロデオ通りをはじめ路地裏などに、多くのレストランやカフェが集まっている。ありがとうございます。